ちは、コースメーカーの横の部屋、谷口のしおんです。今回の動画は、雪の動画です。柴又に来てます。今日は関東で大雪予報でした。お昼前からもうすでに降ってます。夕方には積もるのでしょうか。あれ、尺が足んねえ。30秒しか持たない30秒しか持たないよ、尺が。はい、すいません、ありがとうございます。あれ、ここはいや、せんべい屋さんじゃない。もうちょじゃあ、あの蕎麦のとこじゃない。いや、蕎麦のとこだよ、蕎麦のとこ。違ったっけ。あれ、せんべい屋さんだっけ。あら、残念。じゃあ、松戸に行こう。うん、ちょっと先見てくる。お目当てのお店がやってませんでしたね。はい、ここ東京都内です。2014年以来の大雪です。私は南の方の出身なので雪が珍しいです。東京都内でも降るのは珍しいんじゃないかな。私が生まれ育ったところでは全く降りませんでした。ちなみに南の方です。本州ではありません。はい、結構積もってる。10センチとかって言ってたけど、もっと積もってるんじゃないかな。車なんかにこんな積もってますね。この雪と聞こえる雪を踏みしめる音、いいですね。明日は朝から仕事だけど、バス移動かな。車は使えなさそうです。交通機関も結構慣れると思うので、早めに動いていきたいですね。うう何積もってる。今夜の10時ぐらいですけど、至る所でサイレンが聞こえてます。こういう日は都内で車に乗るのはやめた方がいいですね。アクセルスパイが入ってない車は3です。おーちゃん、おーちゃん、寒そうのおーちゃん。持ってます。一応東京都内です。一応東京都内です。しつこい。鎌倉ができてる。結構立派な鎌倉。